どうも、ビハイア株式会社の清水です。この動画はゲーム業界、アニメ業界の制作会社、開発会社の社長さんの営業利益を2倍、3倍、売上も2倍、3倍、4倍、5倍っていうふうに上げていくための情報を配信していく動画です。どうじゃあ、よも、ろしく今日はお願いでしすます。ね、ちょっとした実例を交えて話をしようと思うんですけど、ですね、これ笑い話のようなんですけど、とても恐ろしい話なんですよ。私どもの方にはですね、比較的大企業のところから、5000万、1億クラスの案件が入ってくるんですけど、まあ、それで大企業の、まあ、ゲーム事業部の方がですね、ゲームを出したいんだと。で、半年後には、何本出したいから、もうそろそろ開発を頼まなあかん。しかし、そんなに知り合いがいないから紹介してくれっていうふうに言われて、何社か紹介したんですね。で、それで営業支援先の、会社、に行ってもらったりとか、何社か紹介して、で、まあ、こっちからしてみたらですね、もう発売時期とか、もう向こうの先方のスケジュールとか予算とか知ってるんで、聞いて紹介をしました。で、まあ、はっきり言って、発注側の担当者も、よしすぐ、どっかに金入れよというふうに思ってたわけですよ。で、これ、びっくりした話なんですけど、紹介した後にですね、どうでしたかっていうふうに聞いたんですね、うちのスタッフが。そしたら、なんと、いやー、すぐの話じゃなかった。これは結構時間かかるかもしれん。とりあえず NDA っていうふうに言われたんで、NDA を送るけど、あんま脈ないかもっていうふうに言ってたんですよ。で、そんなバカなと思って、その社長さんのその感想は言わずに、どうでしたかっていうふうに発注さんに聞いたんですよね。そしたら、いや、いい会社やったから、NDA を送ってきたら、すぐ見積もり頼んで、お願いしようと思ってる。企画の会議進めたい。そう言ってたんですよ。これの温度差ってすごいと思いません？もしあなたが社長さん、営業してる社長さんだったら、いや、そこはそんなになんか脈ないから、あんま用ないなと思って、NDA チェックするのめんどくさいしなっていうふうに思って、1週間、2週間放置してしまってたら、5000万、1億の案件取り逃してたかもしれないんですよ。まあそこは、いやいや、すぐの話なんで、すぐ進めてくださいって言って、NDA すぐに送って、まあ、実際仕事になってよかったんですけど、印象で決めない。やっぱりこまめに通ってほしいんですよ。最初ここないかなって思っても、意外と向こうの担当者、特に大手とかだったらすぐやるつもりだったりしますんで、同じ中小企業の社長同士だったら、おお、すぐ頼むわとか、そういう感じのノリで、社長のノリで言ってくれるんですけど、大きいところになればなるほど、それがですね、ぼやっとしてきますんで、それは自分ご自身の価値観だけで判断することなく、本当にすぐの話じゃないのか、それともすぐなのかっていうのは、まめに連絡をして確認するようにしてください。以上です。